こんにちは。リツオンビングサロンのディレクター、サトシ伊達です。今回、セルフポートレートがワークショップになります。セルフポートレートというと、一体何なのか。自分の自画像という言い方にもなると思うんですけど、自画像というのとセルフポートレートというのまた、ちょっとなんか意味合いが違うかなと思いまして、こう普段鏡で見ている自分っていうのは、何なのか、これ本当の自分なのか、でこれが本当の自分であればなぜこの肌の調子が悪いとかコンディションが良くないとか、または、自分はいい顔してるなとか、この部分が好きだとか、好きになりすぎてるところがもしかしたらあるのかとか、いろいろあると思うんですけど、こうセルフポートレートを描くときに、描いたり物を作ったり彫刻をするときに、嘘はつけないと思うんですね。というのは、そのための自分とは何なのかを見つめるための手法の一つであると思うんです。そういう意味では一番直接こう対話できるセラピューティックな対話であると思うんですね。でそれがすごく具象的でも抽象的でもいいと思うんですけど、その体っていうのは心や魂の現れであると僕は思ってるので、それをどういうふうにこう汲み取るかっていうことですよね。なのでその外側だけのものだけを追ってもしょうがないので、こう嘘つかずに見つめるということですよね。完全な初心者でも全然問題ないので、コラージュでもいいし、自分で撮った写真を上から何か描いてもいいし、クレヨンで描いてもいいし、彫刻してもいいので、何でもいいので持ってきてください。で、いろいろコツ、手法、テクニック、表現の仕方など、教えられたらと思います。